こんにちはヨガ講師のタカです伝統的なヨガの教えによると現代はね僕たち人間が進化すすべき時期だとされていますどのように進化していくのかというと目には見えない魂やチャクラを感じることができるようになるんだそうです。じゃあどうやったらこんなふうにね僕たちが進化することができるのか。 それは今や世界中で行われるようになった体を動かすヨガ、旗ヨガをすることによってだとされています。え、私ヨガやったことあるけど全く進化なんかしていないんですけどって思ってる方いらっしゃいますよね。実はね、もう今やこの旗ヨガ世界中で行われるようになりましたが今世界中でね、どこでもやられているこのヨガ、旗ヨガ、実はこれまでのね 伝統的なヨーガのテキスト、ヨーガの経典に基づくものではないということが、学術的な研究によってね、はっきり判明したんですよ。実はね、数年前にイギリスの大学の研究機関によって、ハタヨガというものがね、もともとは一体どういうものだったのかが、もう真剣に学術的に研究されたんです。でそれによってね、 旗洋画というものが元々は僕たち人間を霊的に進化させるものだったということがもうはっきり学術的に明らかになったんですこれすごいんですよ興奮しますよね古代のヨガの経典によると現代はね僕たち人間が進化すべき時期なんだと言います僕の師匠の師匠である本山博史さんのこれらの本にも現代は 僕たち人間の霊的な成長への移行期だとはっきりと書かれています。これらの本はね、もうずいぶん前に出版された本です。が、待てと暮らせとですよ。もう一向に人間が霊的に進化するようなことなんて、もう何も起きていませんよね。何も起きていません。で今はね、知の時代から風の時代に変わったなんてのも言われていますが、どうですか皆さんの周りではね、皆さんは何か、 変わりましたか変わってますよね違うんですよ実はね今本当に世界はね変わろうとしています変わりつつあるんですいよいよですよ人間がね本当に進化しようとしているんですよ2015年にイギリスのロンドン大学で旗用画プロジェクトというものが立ち上げられました このハタヨガプロジェクトは欧州評議会から資金提供を受けての5年間のプロジェクトなんですこの欧州評議会ってすごいんですよこの欧州評議会はね最先端の研究分野のとても優秀な卓越した研究者を支援する目的で設立されたもので過去にこの欧州評議会から支援された研究者たち5人もノーベル賞受賞者が出ているんですということですよこれすごいことですよでハタヨガの研究というものがね 人類の未来に貢献するための最先端のもうめちゃめちゃ重要な研究だということが世界的に認められたということなんですこれすごいでしょとうとうねそういう時代になったんですよ。このプロジェクトではインドやネパールの古文書図書館にこれまで眠っていたものすごい数の膨大な数の旗ヨーガのサンスクリットの経典もう全てですよしらみつぶしに調査したんだそうです。 それは五年もかかりますよねそれによってねはっきり分かったことはそれはもともとの旗ヨガというものは今世界中のジムだとかヨガスタジオで行われているヨガとは全くの別物だったこれもはっきりと分かったんですじゃあもともとの旗ヨガは一体どういうものだったのかそれは プラーナと呼ばれる宇宙のエネルギーを自分の体の中に取り込んでそしてそんなプラーナを自分の体の中に蓄積してそのパワーを使ってすごいんですよ。自分の魂をね自分の体から離脱させる。 いわゆる優体離脱させることによって自分の魂を宇宙だとか神様と一体とするようなそんなねスピリチュアルなテクニックだったんですそれにしてもすごいことだと思いませんかヨーガというものはねもともとは宇宙や神様と一体となるために行われていたんだとかヨーガというものはもともとは優体離脱するための具体的な体系的なテクニックだったとかそんなテクニックを数百年にもわたって多くのヨーガ業者たち にに真剣に実践されていいたととうことが科学,的に学術的に明らかにらったんですよ。だからヨーガというものはね非常にスピリチュアルで神聖なものだったということが世界的に権威のある大学の教授たちに認められたということですからねいやほんとすごいことだと思いますよ。だから僕はねこれによってねこれまでのヨーガの認識がもうガラッと変わっていくんじゃないかと期待しています。だからここれれがきっっかかけになっていいよいよねこれから もう本物の人間を霊的に進化させるための本物の真実のヨーガというものがこれから世界中にね広まっていくようになるんだと思いますそしてそれによって人類がど、ね、どんんん進化していいくんだと思いますヨーガは少なくとも5,000年前からインドで実践されていましたそんなヨーガがなぜかですよ100年ほど前から急速に世界中に広まりました ただねその世界中に広まったヨーガというのはヨーガの伝統とは程遠いポーズがメインのエクササイズ的要素の強いものだったわけなんです。で僕もね実際に以前はねそんなポーズが中心のヨーガを、まあ、一生懸命実践していました。で僕はねそれによってねそのポーズ中心のヨーガによって体がものすごく 健康になって元気になったしで気持ちもものすごくポジティブになったのでそのポーズ中心のヨーガもねものすごくいいものだと今でも思っていますただですよ伝統的なヨーガというのはねもっと素晴らしいものなんですよだから伝統的なヨーガというのはエネルギーだとか魂を感じることができるようになるものだからなんですよこれまでヨーガは、 エクササイズとして体や心を整えるものだと捉えられることによって世界中に広まりました。そんなヨガは今も広まり続けています。5000年以上前からインドではね、ヨーガ行者たちだけが行っていたヨーガが今やですよ。現代ではもうこんなにも世界中のより多くの人たちが実践するようになった。これはね、単なる偶然なのでしょうか。 僕はね、そうは思えないんですよね。もう宇宙のシナリオだとしか思えないんですよね。僕はね、以前からね、世界中にエクササイズとしてヨガが広まることは、これは準備段階だと思っています。こうしてね、世界中の人たちに、インドで行われていた修行法、ヨーガというものが、こんだけ世界中の人たちに知れ渡るようになったんですよ。これはすごいことだと思います。 ただ僕は世界中の人たちの体や心を健康にするためだけにこうしてヨーガが世界中に広まったとはどうしても思えないんですよねで僕は古代のヨーガの経典が予言している通りヨーガがこうして世界中に広まったのは世界中の人たちがねヨーガを実践することによって霊的に進化するためだと思っていますで以前からね僕は今こうして世界中にねヨーガが広まってその後これからね本当の ヨーガの意味を世界中の人たちが知ることになってそしてそんな伝統的なヨーガをみんなが実践することによって人類が進化していくのではないかと以前からね思っていたわけです。で今回のねこの「ハタヨーガプロジェクト」の研究を知ることによってそれは本当にもう確信に変わりました。実は 僕がいつも大変お世話になっていてものすごく尊敬しているヨーガの大研究家伊藤武さんもそんな本物の伝統的な畑たヨーガについて長年研究されている方です。ではっきり言ってね伊藤先生が単独で研究していた畑たヨーガの研究内容と今日紹介した「畑たヨーガプロジェクト」の研究内容全く違 全く遜色ないものだとね僕は感じてていいいまますすすものごく驚はっきり言ってね欧州評議会伊藤先生に資金をつぎ込んだらねもっとすごい秘密が解き明かされたと僕は本気でね思っています。でそんな伊藤先生にまた僕がねお願いしてでそんなね「はたよがプロジェクトで」で権威ある大学の教授たちが解き明かした最新のハタヨガの研究情報について。 伊藤先生のこれまでのね研究と照らし合わせて講義していただくこんな講座を企画しました。破たんヨガの真実、その歴史と本当の業法。現代のヨガは伝統的なヨガとはあまりにも違いすぎる。こういう講座をね企画しました。これね僕も今から楽しみです。えー、8月の29日。 といつものようにオンライン、そしてアーカイブでも見られますので、一人でもね、多くの方にご参加いただきたいと思います。伊藤先生によるとね、今ヨーガの常識が学術的に覆されつつあるそうですよ。これ楽しみですよね。いよいよこれからヨーガというものの認識が変わろうとしています。 ヨーガというものが魂を成長させるものだということヨーガというものが人間を霊的にに進化させるもののだとといいうう認識が世の中に広ままろうとしていますそんなヨーガをぜひ皆さんもね一緒に学んで一緒に実践してそして一緒に魂を成長させていきましょう今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。オ